さ、ワールド2から始まりました。昨日はね、天使の方が今日はプラスチャージかな、なんだっけ、収録ガロンかね、収録ガロンって渡したのかな、収録ガロンは塗りができないね、防御が高いけど金みたいなのを持ってきたね。隣でね、朝からゲームをやってる子供がいますね。今月から必要なんだから子供がコミックが大事だからね、今のはボケですからね、ちゃんとね、コミックコミックやるんだね、コミックやるんだ、あれあっちか、ダブルで流れてるな、大きがかよ、まあもう入ってる、優先的で倒してもらう、よっさあ、ワンスープでいくよ、さあ、スプラスピーで、私これあんまりついてない、アイドラミックスプラスピーはたまり速いけど、撃つ弾の数が少ない、なんで一応一旦ありますな、これを撃ち返すのが面白いです、あと8か、微妙だね、これがいつが邪魔してるから、いつが邪魔してるから、いつか終わったか、ダメだったね、おはようございます、武田鉄矢です、やりますか、じゃあちょっと小学2年生の朝を起きたての坊やに変わりたいと思います、結構うまいからね、みんな注意してみてよ、座りますか椅子に、せっかくだからね、夏休みということでね、特別に小学生のあのプレーを見せてあげて、それいいよ、ね、確かに、うん、
なかなか後してる。いませんね。このまま食べる。あ、来ましたね。始まりましたよ。小学校2年生2年48組64番96ガロンがお送りします。バイト専用武器チェンジ。満潮じゃなくてね、潮が引きましたね。あとこれ大量発生のようです。違うね、出てないね。それでおびき寄せるんだ。おびき寄せた方がいいんだよ。なんでかっていうと、入れるのが楽だから。お前の方にチャージが入ってるから、あんたの方にチャージが入ってるから、レアリをつけろ。インクラインがフォローする。あれなんかインクライン、俺さっきの実況下手ごようけど、ちょっと動きが違うぞと思ってるじゃない。肩パッド2体だね。肩2体さあ、で、コーヒーのお湯を分けちゃうので、ね、じゃあコーヒーのお湯を切りたいと思いますので、ね、さあ、どうだ。狙われてますね、からもっと。うわ、すっごい、すっごい、すっごい、金出すかい。ぐらいしか行けないんじゃない。図書館しか行けないから、暑すぎるから。どうだろう。じゃあワブ2はなんか、すごい、うまい、うまい、いい逃げ方だ。いいですね、今の逃げ方は素晴らしいですね。逃げるが勝ちっていう言葉がありますからね。もうローラーいいね、ローラーいいね。ローラー、武器一個だけ変更されるんだよ。変更されるやつだからさ。さあ、どんどん投げてこい。さあ、投げてきた。さあ、で、横取りは許さないタイプの男、ベンジャミン・フルフォード。さあ、届くか。ベンジャミン・フルフォード、ダセーだな。なんてカーズなベンジャミン・フルフォード。ダセー、名前にダセーもクソ抜いてた。外人の名前だろ。あ、外国人のキラキラネームってどんなんだったのね。いらんねん。おいおいおい、うん、いるよな、キラキラネームって。ちょっと恥ずかしいでもあるんですよ、うん、外人に聞かないとは分かんないな。危ないよ、今妖精が消えるというかね。
やめてくれた。おい、俺の王国に何するんだって。まあ、ドラムシーというところの、ドラム王国に来た黒ひげたちって感じかな。ワコちゃんと逃げ出そうな。そんな感じのイメージだと思います。おい、なんか、一番ウェブ3を簡単にやってるんですよ。まあ、それはない。でも、そうあってほしい。すべてパパのイメージとしても。なんで。ラッシーズだから、クラの上に来てるから。だから、活躍しているってことなんですけど。あと2人。残り11秒。ノルマクリアしています。さあ、いかがかな38位じゃなくて4分入りそうだね。あ、パブロか、あれ新鮮とかちょっと言わないですよ。あ、いいですよ。さあ、どうだろう。新鮮じゃないじゃん。